こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。このチャンネルを見てる方で、私がやってるような劇伴音楽と言われる映像とか、まあ、何かメディアにつける音楽ですね、こういった音楽を作りたいという方がどれだけいるかちょっとわからないんですけれども、そういったお仕事をするにはどういうふうにこの業界に入ったらいいのかわからないとか、もしくはちょっとそういう仕事をしてるんだけれども、一般的にみんなどういうふうにしてるのかわからないとか、なかなか情報が少ないと思うんですよね。私も自分の先輩方がそういったお仕事をされている方がいたので、まあ、そういうところの下でこう経験を積ん で自分も同じような世界に入っていったという感じなんですよ。で、もともとは劇伴音楽って何なのか全くわからない状態から始まってますし、この世界で音楽やるんだったらなんとか食っていこうと必死になってやってました。で、それでですね、まあ、私の YouTube では基本的に作曲のことについて言及するのはやめようってずっと思ってたんですけど、まあ、今回はですね、この劇伴音楽をやる上ですごく大事なことっていうのをなんとか自分の中でこう残して、まあ、近いところで伝えていきたいなって思っていたんですよね。それで考えたんですけど、なかなか YouTube とかだとこう題材にするものが実際の仕事でやったものを題材にできないじゃないですか。ということで、今回私の劇伴音楽を作曲するにあたってすごく大事なことっていうのをセミナーでやってみようとことを考えました。で、それでこのチャンネルでもよく話題に出ますけれども、ロクスタさんの主催するこのベース下北という場所で、私のセミナーをやらせていただくことになりました。で、実はもうこれ公開される頃には3月23日が当日なので、あと2日しかないんですけれども、残りわずか、席があるということだったので最後の宣伝をしております。そうで、こういうふうにオフラインで、できることっていうのがやっぱりあるなと思いまして、まあオフラインでこう皆さんと会うことによって、駆け出しの作曲家の方ともこう会うこともできるし、お話もすることもできるし、でもしじゃあなんか、あ、こういうのお願いできそうだなって言った時に声かけられるようになるじゃないですか。なのでやっぱりこういうところで、いろんな人とつながっておくのもいいかなと思いました。まあ、とはいってもですね、ロクスタさんのこのベース下北をお借りするので、有料となってますので、まあね、ここがちょっとなかなかコスト的に難しいという方もいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、この私が経験したことをお話しするというのに価値を感じてもらえるのであれば、どうか足を運んでいただけると幸いです。まあ、私がこういったセミナーをやりたいということで、ロクスタさんにお話をしたんですけれども、運営の方はロクスタさんの方でやってくださってまして、こうタイトルがですね、なぜ和田貴文は四半世紀もの間プロの劇伴作曲家として第一線で続けられているのかというセミナーになっています。なんかめちゃくちゃ偉そうな感じに見えるかもしれないですけど、これロクスタさんが考えてくださいまして、そう、四半世紀もの間、あ、確かに25年間もうやってるんだなという感じします。で、本当に私も才能ないなりにですね、めちゃくちゃ頑張ってしがみついてきたつもりではあります。全然才能があるとかではなくて、もう本当にでもその中でいろいろ試行錯誤して、いろんな話を聞いて、本当によく考えて、こういうことが必要なんだなみたいなことはさすがに25年間やってると蓄積されてるものがあるんですよね。いや、もう売れっ子の人たちに比べたらもうね、その大したことないって言われるかもしれないですけど、私なりに頑張ってやってるので、何かこうね、お伝えできればと思ってですね、そう、内容としてもやっぱりオフラインなので、今回アーカイブも残しません。なのでオーダーされてる文章とか、こういうオーダーが来たらどんな曲作ろうかっていうところからみんなでこう考えながら、で実際こういう風に出来上がりましたみたいな話、あとはこういうような書き方してるけど、でもこういう勘違いをしちゃいけないよなとかっていった文章の読み解き方みたいな部分もお話ししようと思ってるんですよ。これが結構大事で、音楽作曲のスキルみたいなものってその人その人のレベルで全然構わないんだけど、どうやってオーダーに応えるのかっていうのが意外と仕事としてもう 80% ぐらいそれが占めてるんじゃないかなって思いますね。で、今回このプランをシルバープラン、ゴールドプラン、プラチナプランっていう3つ作っていただきまして、シルバープランっていうのがこの、ベース下北さんの方で現地でセミナーのみの参加ということで、
若干数まだ残りがあると。でそしてゴールドプラン、こちらがですねセミナープラス当日、30分間個別の相談の時間がついているというプランですね。そしてプラチナプランというのが当日ベース下北でのセミナープラス、私のこのスタジオ、こちらで、スタジオの見学を含めてそこで音聞いたり、こうまたこういうこの場所での相談をするというのがプラチナプランになっています。このプラチナプランの方はもう全席完売となってしまいまして、残りゴールドプランと、シルバープランが若干数あるということで、もうこの動画公開されるときにまだあるかどうかちょっと分かんないんですけれども、まだあるということなので、ぜひ興味ある方はあの概要欄からご覧いただければ幸いです。という感じで今日は具体的な話をここではしないんですけれども、私の考え方としてこういった学校での講義とかそういうのは基本的にやろうとは思ってないんですよ。私自身はあの YouTube の番組も、ワーダー専門学校じゃねえよって言ってるのは、あんまりそういう自分自身が教育の現場に立ちたいとかっていうのが全くなくて、ただ、まあ、ちょっと無責任にはなっちゃいますけど、自分なりに考えてこうだったなっていうことをこうメモ残していくっていうために YouTube やってますので、まあ、その延長線として、まあ、こういった単発でセミナーなんかをやるっていうのは非常に有意義で楽しいなと思ってますので、こういったことをですねあんまり定期的にはできないんですけれども、この作曲に関することで年に1回とかできたらいいなぐらいに考えてます。なので今回ちょっと売り切れになってしまったとしてもですね、またそういう機会がありましたらぜひそういう場でですねセミナーを聞いていただいて、実際こう会ってお話しして、なんかこのつながりも作れたらいいなと思っています。というわけで今日もご視聴ありがとうございました。